ジェン君、ポンちゃん、おはよう。ジェン君、おはようって言うと必ずこっちに来るね。はい、はい。では、ポンちゃん、おはよう。はい、ちょっと待ってね。はい、はい、はい、今撫でるから。はい、ポンちゃんは、ホットカーペット。取れたね。はい、じゃあジャン君。はい、はい、ジャン君。はい、そんな狭いとこ入ってくる。ジャン君、はい、はいはい、よくしゃべるね。うん、そうですか。はい、おしゃべりになったね、ちゃんくん。ちゃんくん、はい、はい、ぐるぐる回ってる。どうする？
来てくれたの。ひかだね、ジャンくん。ひかひかだね。はい。はい。まあまあ、ジャンくん。はい。くよ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 。くよ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 。はい、お腹。お腹。締め直していいですか。はい、よいしょ、よいしょ、はい、いい子ですね。リカさん、リカさん、よいしょ、はい、いい子ね。はい、うん、いい子だよ。ジャン君もいい子だよ。はい、いい子ね。どこに来てますでしょう。はい、お目当てはこれ。かわいいです。なんかちょっと不思議な雲が月の近くにかかっているんですが、このカメラで撮れてないかな。おぼろ月よ。帰ってモスバーガー食ってみました。うまかった。美味しかったです。開けました。やったー、かわいい。タコ、タコだよ。なんでタコやの。わからん。猫タコってこと。実はこれの絵本をまだ買ってないので、なぜ足がタコかはよく知らない。そして手はなんか、ヘビ、ヘビみたいです。でもね、うん、この人のは意外とね、不思議な絵が多いから、うん、意味もない時もある。説明なくそんな時もある。なるほど。これいただいたやつ、はい、で、別のが出て嬉しい。これはあと3回行かなきゃいけないのかな。いや、そんなにいいです。はい、夜用エレガット弦が切れました。やっぱり4弦が切れるんだね。前回も4弦が切れました。今回はこんなところからバチッと切れました。さあ、まだ残ってます。このミディアムテンションのゲージ
あ、ミディアムテンション、何だったっけ、ゲージじゃなくてミディアムテンションのゲームですね。オーガスティン、しかもオレンジ色のやつよりもちょっといいやつが茶色です。ここに王冠がついてるんだよ、これね、これがいいやつ、はい、何がいいんだか忘れちゃった。なんかこの3本がなんか中にくるんであるんだっけ、いいやつだちょっと忘れた。ということで、今日はもう夜が遅くもないんだけどちょっと疲れちゃったんで、明日やろう、明日の昼間弦張り替えます。